はい、どうも、こんにちは。ソルウィンです。唐突にこんな画面からスタートするのには理由がありまして、ちょっと裏でね、レアキャラチケット、スキル付きが確定するというレアキャラチケットを回してたんですね、交換所で。新しい交換所でね、交換できるやつを回したんですけど、何か見えますよね、何かが。はい。ってことは、やっぱり、あれなんだね。出るんだ。イエース！みかん。バレンタインみかんをゲット。ってことは、あれどうなんでしょうね。スキルレベル5とかのやつで、SR とか SSR 出るんですかね。それって結構良くないですか？マジで。てか、レアキャラチケット、やっぱ SSR 出やすくなってません？これで6枚目って感じですよ。一応これちょっと特殊なチケットではあるんですけど、言うてもレアキャラチケットだからね。やったー。スキル付き確定です。この右下のやつ聞いたんですけど。はーって感じですね。今のみかんメ見ンてバーのいい？様子が気になりますか？気になる。ハイヤローキース。あれ？かぶったかな？まあでも言うてもね、全然嬉しいっすよ。かぶった気がする。でもそれか、結構コストの、SSR 引けてるからね、全然悪くないんじゃないかなと。なんでまあちょっ手当てのものがあと、るんですか？また取りだめが増えちゃうけど、ちょっとね、ついでなんで、これもちょっともうちょっと回していこうかなと。すごいな、これ、実はいいんじゃない？いやー、さっきのなんかイレギュラーだったのかな。でもまあ、もらうもんはもらいますよ。お、やった。ニューカード。なるほどね。いやー、これ結構いいんじゃないの？一応今のところこのスキル付きでちょっと交換してるんですけど、言うて結構減ったんですよね。約1万あったんで。これね、レアキャラチケットの、まあ、スキルレベル5のやつあるんですけど、これ逆にちょっと個人的に微妙だなって思ったのがやっぱあって、星なしスキルも結構あるんですよね。なんで星なしスキルは基本すごく以外は私全部餌というか、食べさせてるんで、そこが当たると、って感じなんで、なんかここじゃなくてもいいかなと。だからこのスキル付きレアキャラを優先的にしてもいいかなと。これちょっと500って重いんですよね。これ500回す、まあもちろんね、星付きのいいとこが出る可能性もあるんで、一概には言えないですけど、まあ、って感じですね。確かに育成のこと考えたらね、レベル5がいきなり手に入るのはまあ大きいわけですけどね。だから500って考えると、普通に500枚回した方がええんちゃうのというような気もしなくもないです。ただ、本当スキルレベルを上げたいかどうかですよね。それは確かに時間効率で言えば圧倒的になんですけど、間に引けるもんもいろいろあるからね、500枚を回せば。ってところですね。ちょっと悩ましいかギも。フトです。わかりません。てなわけで、とりあえず、まあ、カード所持枚数もいっぱいになるんで、一回ここで一箇所、まあ、この10目連当だてけの回ものがあしるんですちゃっか？て、いやー、まさか SSR 出ると思わなかったから、ちょっとびっくりしましたね。首マジですいません。いやー、ちょっと眠いな。一回寝ないとダメかも。結構寝たんやけどな。何もリアクションがない。やっぱさっきのは奇跡だったのかな。これはね、課金した時とかに、まあ言うてもですかね、課金した時に引けなくても無課金で結構いいカード引けてるんだったらいいんじゃないのって気がする。そういうことなのかな。てなわけで、じゃあ今回はここで一回終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。